大浦兼武大正七年九月三十日は、日本の武士、内務官僚、政治家、島根県知事、山口県知事、熊本県知事、宮城県知事、京市総監、貴族院議員、低審大臣、農商務大臣、内務大臣、大日本武徳会会長を歴任した、薩摩藩主都付の分家である、宮野城島付の家臣として生まれる。母親戦争では、 薩摩藩軍に参加し、大雨方面に出生。明治維新後は、警察官となり、羅卒から累進して、明治8年、警視庁警部補に承認。明治10年、西南戦争で抜刀隊を率いて、功績を挙げた。この時、陸軍中意県三等省警部となる。明治15年、大阪府警部長に就任。明治17年に起きた松島事件に際しては、 軍服姿で、双方の上官として、現場を鎮定し、評価を高めた。明治21年、警保局次長に就任。明治26年以降、島根県、山口県、熊本県、宮城県の知事を歴任。明治31年、警視総監に就任。明治33年3月19日、貴族院議員に直選される。明治36年、第一次。 桂内閣で、定心大臣として初入閣。その後も、第二次、桂内閣の脳商務大臣、第三次、桂内閣の内務大臣、第二次、大熊内閣の脳商務大臣、内務大臣を歴任。立憲同志会の創立にも加わる。しかし、大熊内閣の内省時代に選挙違反の権威で、取り調べを受けることになり、そこからかつて第二次、桂内閣で、 脳症省だった時に日子子団増設案を通過させるために議員を買収していたことが発覚。これで内省を辞任することになり、政治生命を絶たれることとなった。大正4年8月3日に、貴族院議員を辞職し、翌日に隠居した。大正7年死去、去年68、大日本部徳会会長、1910総裁も、務めた。ありがとうございます。